いどうも、織田信長です。皆さんこんにちは、こんばんは何この顔はい、ということで急遽実写を撮ってるんですけど、報告します急な報告動画。私織田信長、本日8月6日お誕生日です。イエーイ、やったはい、そうなんですよ、私お誕生日が来ました。一応ね、誕生日もね、告知報告世に出すか迷ってたんですけど、いや、やっぱみんなに祝われたいと思って、急遽実写を回しております。なのでよかったらコメントでおめでとうって言ってください。はい、そして誕生日の報告だけだとね、ちょっと動画短くなると思うんで、8月とか夏にちなんだお話をしつつ、今やってる実況とかもね、お話ししていけたらいいなと思います。それではレッツゴー。はい、さっきも言った通り、8月とか夏にちなんだお話をしていきたいと思います。まず一つ、私今日8月6日生まれなんですけど、だいたい夏休みで学校のお友達にお祝いされたことがないんですよね。だいたい新学期になってから、あ、誕生日だったよね、おめでとうみたいな。で、私早くお祝いされるのもあんまり好きじゃないんですよ。遅くは全然いいんですけど、早くお祝いされるのってあんまり好きじゃなくて、まだ年食ってねえよみたいな思ったりするんで、後なら全然いいっちゃいいんですけど、やっぱ当日に祝われたい、その年の1年、その年のおめでとうはその年しかないから、やっぱね、その日にお祝いされたいという願望があってわがままですね。はい、なので当日に祝われることがほぼなかったです。いえはい、あとは夏はね、ちっちゃい頃、学生時代はね、もう手がこう焦げるぐらい、もう外に出て遊ぶみたいなのがすごい好きな活発少女だったんですが、もう今は家が一番、もう家最高だよね。引きこもってゲームするのが最高なんですけど、先月の話になっちゃうんですけど、2回お祭り行きました。夏満喫キャンペーンはい、いろいろね、屋台のね、食べ物も食べて美味しかったです。もうお祭りやっぱいいね、暑いけどいいよね。うん、で、来週あたりかなになるかもしれないんですけど、その辺あたりにプールに行きたいと思ってます。で、海もね、行きたいな、毎年結構行ってたんですよ。なんですけど、まあ今のところ予定がないので、ひとまずプールに行きたいなと思ってます。もうね、今年は夏を満喫するんですよ。夏を克服するキャンペーンですねはい、で、そうですね、夏か、何か皆さん夏の思い出とかあります？あ、花火とかもしたいよね、夏といえば。あとね、私昆虫好きで昆虫をね、捕まえに行きたい。こう、おばあちゃんの受け売りなんですけど、おばあちゃん何でもこう手で掴むんですよ元気なおばあちゃんでしょ。そう、だからセミとかカブトムシとかクワガタとか全部こう手で掴むんですよ。めっちゃ怖いでもそれを見てて私もできるようになって、もう全然掴めますね。虫怖いっていう系の女子じゃないんですよはい、で、そうだな、それぐらいかな、夏って。今日、お誕生日ということで、友達からやーん、プレゼントをもらいました。ヘッドセット
よいしょ、もうね高いのはいらないみたいな、こういう機材にはねお金をかけた方がいいって言われるんですけど、そんな高いのいらないからみたいなんで、可愛いクリーム色、白っぽいクリーム色のヘッドセットもらいました。はい、めっちゃ可愛い、もう一気に気に入りましたね。ともよありがとう。そしてね毎年もらってるんですが、ケンタッキーの10ピースとかだったかなの券をもらいました。もうこんな暑い時に食べれんわ、食べれんけどいただきましょうありがとう。またねどっかのタイミングで買いに行ってってしようかなと思ってます。他にもねいろいろねスタバの券とか、あともうちょっとしたら届くよみたいなものももらえたの、もらえるらしいので、それをワクワク楽しみにしながら夏を乗り越えていきたいと思います。はい、ということで今じゃあ実況しているお話を軽くしておしまいにしようかな。じゃーん、オラ夏。そう、このねクレヨンしんちゃんのオラと博士の夏休みというゲームをやっているんですが、もう夏といえばこのゲームでしょうと思ってやってます。いやー、しんちゃんのゲーム楽しい、かわいい、そう楽しんでます。なのでよかったらこの次の作品の炭の町の城の実況プレイもやってるんですが、そちらもよかったら見てほしいなということで、両方ご視聴いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、で次にジャッジアイズ、キムタコかっこいいよね。そうジャッジアイズもねプレイしているんですが、これはちょっとね夏休みの学生さん向けじゃなくって、ちょっと大人向けなゲームも探してて、さっきのクレヨンしんちゃんはちょっとしたこう夏休みのお供に見ていただけたらいいなと思って、はい、やってるやつなんですけど、ジャッジアイズはちょっと大人向けにしていきたいなということで選びました。龍が如くシリーズはね7までプレイしていて、それぐらい大好きなんで、ちょっとキムタクやろうかなということでやってますので、よかったらそちらの方も見てほしいです。でジャッジアイズが終わってからやろうと思ってたんですが、もう待ちきれないということで、ゆうかとか8、これもねいろんなキャラクターがいてねめちゃくちゃ面白いんだよね。はい、ということでいろいろね実況もこれから頑張っていきたいので、皆さんよかったら、チャンネル登録とか応援していただけること嬉しいです。そして誕生日来た私、パワーアップした私をこれからも見せれたらいいと思います。はい、それではねこの辺で動画を終わろうかな。もう二度と動画なんか撮らないはい、ということで、よし、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よかったらよろしくお願いします。それでは織田信長でした。ハッピーバースデー私ー。